今日のプカトロニック TV はナインティナインフラッツとプカトロニック TV の共同企画でございます。 AKG プラプラ赤木真希ちゃんに来ていただきました。イエーイ、ありがとうございました。お疲れ様でした。疲れた。お疲れ様でした。楽しかったけど疲れました。緊張した。お疲れ様でした、はい、テクノの中にダブが入ってエレクトロニックが入って、うん、なんかノイズも入ってまっちゃんのこう雰囲気だなっていう、 こう今日ミックスだったと思うんですけど、そうですね、はい、どこに持ってきたいんだこの人って今日は ね、いやでもね、そうなんです、それを目指してるんですよ、はい、そうどこともつかないっていう、はい、だが楽しいっていうところまで行きたいですね。うん、そうですね、なかなかね、それがね難儀な時もあるんです、はい、悩んだ顔をしてる時もあるんです。すいません、はい、いつもどういう形であのトラックとか選んでらっしゃるんですか。こう普段 DJ をする時は例えばラジオ聴いてたり Apple Music 聴いてて、あ、いいなと思った曲からどんどん DJ ができちゃう時もあるじゃないですか、うん、でもこういったこうインアウトがしっかり決まってる場合は、うん、インをまずめちゃくちゃ考えます、うん、私の場合インっていうのが何十分でもできるんですよ。なるほど。あのみんなが座っててさえくれれば、はいはい、頑張ってくれればいくらでもできるけど、そこはまあ10分ぐらいでなんとかしてですね、はい、だんだんこう練ってるうちに誰かがどこかで楽しい気持ちになってくれたらいいな、そして自分が一番楽しければいいなと思ってやってますけどね、はい、でもできればワンワンとワンワンと SE と SE みたいなのを合わせてるうちにリズムになるのが理想的で、だからあの教授のオネアミスの翼のケチャとかね、うん、ああいうのとかはまあもちろんそういったケチャリズムだけど、うん、合わさってきたようなもんじゃないですか、あれやっぱり、はい、そういった感じの定期的じゃないリズムが小気味よく作れるところまで練りますね、うん、なるほど。練ってみたところで崩れる時もあるよね、はい、すいません。そうですね、あとは美しさを、はい、綺麗であること、はい、あの念頭に置いています、はい、いつもということを意識すると、はい、あ、今日みたいなミックスが出来上がるわけですね。そうですね、今日が綺麗だったかしらと思いながら、いや、とっても綺麗です。本当ですか、はいはい、ありがとうございます。綺麗さとエグさのこう、ね、冷静と情熱の間みたいな、エグね、エグく掘ればいくらでもエグくできるんですよね。酒が売れないってあの某都内のクラブからは何件か言われたんで、みんな座っちゃってって昔言われた。あります、はい、今日はですね、あのナインティナインフラッグ6月10日と11日ですね、ナインティナインフラッグスというパーティーをそちらでダベってる渡部健二っていうオーガナイザーの下で我々もう12年ですかね、はい、やっております、はい、去年は4回やったんですけど、なかなかこれは腰が痛いぞということになり、うん、今年は2回ほど、1回目は6月の10日、11日の2日間、場所はあきる野市の、高名な大場キャンプ場で今年もやらせていただきます。しい、ありがとうございます。もう1回はあの9月にございますので、うん、まあ、詳しい情報はインスタとかフェイスブックとか、うん、ウェブだとか関係者だとかから聞いていただいて、はい、あのぜひこぞってキャンプもできますので、バンガローもございますので、はい、お越しくださいませ。あ、東京から1時間半でございます。お越しくださいませ。はい、はい、それでは今日は AKG プラプラ赤木真希ちゃんに来ていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。